チャールズ・ポンジは1910年代から1920年代にかけてアメリカ合衆国で活動したビジネスマン、詐欺師。不特定多数に趣旨を求める詐欺の総称であるポンジスキームという言葉の由来として名を残す。本名はカルロ・ピエトロ・ジョバンニ・グリエルモテ・テワルド・ポンツィ。1882年、イタリア王国、ルーゴに生まれる。 1903年に移民としてアメリカに渡り国際的な通信販売のビジネスに乗り出すが、その際、海外で購入する国際返信ギッ券による切手の交換レートと実際の外貨交換レートに差があり、リザ屋を得ることができることに着目。1919年から90日間で40%の利回りが得られるとの触れ込みで出資者を募り、 ニューイングランドを中心に数千人から数百万ドルもの大金を集めた。しかし、ポンジは、資金を国際返信ギッタ券の購入に当てず自転車、創業的に出資者への配当に当てており、後の調査で破綻させることが前提の詐欺であることが判明、詐欺罪で有罪となり、刑務所に収容された。ポンジは、出所後も数度の詐欺を働き、実質的に、 アメリカ市民権を剥奪されると、1934年出身国のイタリアに戻り、さらに第二次世界大戦が勃発すると、ブラジルに渡った。その後は、心臓発作や脳障害、視力障害などに苦しみ、晩年はほとんど失明同然だった。1949年、貧しいまま、リオデジャネイロ市内の事前病院で没死した。破滅を運命づけられた詐欺の手法。 ポンジスキーム2011年12月2日閲覧。ありがとうございます。